大日如来。若き仏師が作ったのは時空を超えた密教の主、大日如来。少年のような丸い顔立ちに仏師の野心が重なる。新しい時代が今始まる。秘密の世界を司る宇宙の神秘、万物の中心。その割に君の顔は隠れて、口をすぼめた、あどけない少年さ。大日如来、それはレーサンシャイン。大日如来、君はサンシャインボーイ。若い一人の武士が掘り上げた遺体は、生ぬるい空気をぶっ壊した。自分の道を見つけた、もう迷わない。その仏像は恐れない。必ず誰か見てる。